今回は無職転生の物語に登場する変態しかいないアスラ王国貴族について解説していきます。まずは最初にお伝えしておきましょう。アスラ王国という国は変態の支配する国です。国は豊かで歴史は古く伝統があって格式高く、貴族社会は豪華絢爛、そして支配者層は全員変態。それがアスラ王国です。アニメ勢の方にしてみれば唐突におかしなことを言っているように聞こえるでしょうが、それがアスラ王国という国なのです。まずはアスラ王国とアスラ貴族が全員変態であるということを理解していただくために、アスラ王国について詳しく説明しましょう。アスラ王国は無職転生の物語に登場する中央大陸の西部全域を支配している人族中心の国家です。肥沃な土地が多く水利にも恵まれており、何よりも魔物が少ないという特性のおかげで国民は豊かで文化が発達しています。アスラ王国は世界各国と貿易を行っており、首都アルスには世界中のものが集まっていると言われ、世界屈指の大国として大きな存在感を放っているんですね。アスラ王国が発行するアスラ金貨はこの世界で最も価値のある貨幣であり、その事実はアスラ王国がこの世界で最も信用されている国であることを意味します。さらにアスラ王国は長い歴史のある国でもあります。無職転生の世界では約500年前に起こった戦争で人族の国家のほとんどが滅亡しました。アスラ王国はその大乱を生き残った国なんですね。それどころかアスラ王国は歴史をたどれば7000年前にはすでに存在していたようです。現実の歴史でも政治体系を同じくする国家が数千年も続いた例はありません。それだけアスラ王国が豊かで恵まれた土地を持っていたと言えるでしょう。しかし歴史の長さと豊かさは政治の腐敗を招きます。現在の政権も行動は遅く、貴族同士の権力闘争に明け暮れているのです。それどころか腐敗は貴族自身にも及んでいきます。長い歴史の中でより変態的な趣味を持つのがアスラ王国貴族のステータスになっていくんですね。国が豊かすぎて何もしなくても問題ないから暇を持て余したのでしょうね。だから変態趣味に走ったわけです。国が豊かすぎるのも考えものということでしょうか。現在ではアスラ王国貴族はほとんどが変態的な趣味を持ち、有力貴族は代々変態趣味を受け継いでいると言われています。パウロやルーデウスの女好きと巨乳好きもノトス・グレイラット家の伝統とされているのです。ちなみにアスラ王国の上級貴族にはノトス、ボレアス、ゼピロス、エウロスという4つのグレイラット家が存在します。名前の元ネタはギリシャ神話ですね。ギリシャ神話にはアリエルのミドルネームであるアネモイも登場するので、作者はそこから名付けたのでしょう。また古くから続くアスラ貴族には動物の名前がついているケースが多いそうです。グレイラットの他にもブルーウルフ、シルバートード、イエロースネークなどの貴族名があるようですね。そしてどの貴族家も基本的には変態です。変態的な趣味の一つでもなければアスラ貴族としては一人前とは言えない的な感覚があるのですから当然ですね。外部からどれだけ異常に見えても当人たちには自覚がないので、アスラ貴族と付き合うには覚悟が必要になるのです。表面上は隠している人間もいるのでさらにややこしいですね。ではここからはアスラ貴族の変態性について実際のキャラクターから解説していきます。無職転生の主人公であるルーデウスもアスラ貴族の血を引く人間です。ルーデウスの父パウロは実家から勘当されているので貴族としての身分は持っていませんが、アスラ貴族の変態性はルーデウスにも受け継がれています。パウロの実家であるノトス・グレイラット家の特徴は女好きと巨乳好き。ただしルーデウスは前世の趣味から巨乳以外もいける口ですし、女好き度合いも同族のパウロやルークと比べると劣りますね。パウロやルークは手当たり次第な面がありますが、ルーデウスにはその傾向はありません。手を出した女性とはちゃんと結婚して責任を取っています。誠実さでは雲泥の差ですね。ただしルーデウスには前世の知識に基づくこの世界では珍しい変態性があります。つまりルーデウスはアスラ貴族と現代日本のハイブリッドな変態ですね。ルーデウスの前世の男はかなりのエロゲ好きで、自室のパソコンには大事なデータが大量に保管されていました。もっともその大事なパソコンは家を追い出された時に兄弟姉妹にバットで物理的に破壊されてしまったのですが、アニメ2期7話でロキシー人形が破壊されたことを知ったルーデウスがパソコンを破壊されるに等しい所業と考えていましたが、この考えは実体験から出ているんですね。未だに前世の恨みを引きずっているわけです。どんだけデータが大事だったんでしょうか。もっとも読者目線で見れば兄弟姉妹の行動はむしろ当然のことなんですけどね。何せルーデウスの前世の男のパソコンには兄の娘を風呂に入れた時に撮影した無修正ロリ画像も保存されていたのですから、前世の男はパソコンを破壊され殴られてあばら骨が折れたようですが、それぐらいはむしろ当然ではないでしょうか。そんなルーデウスは結婚後はかなり多彩な夜の生活を送っています。シルフィーに言うことを聞いてもらい、テクニシャンなロキシーにリードしてもらい、獣と化したエリスに襲われる乙女になったりしているようです。人神の使徒との最終決戦の後には3人の嫁さん全員と同時にベッドで過ごすというスペシャルなご褒美ももらっています。羨ましいですね。
ただしリューデウスの夜の事情が詳しく描かれているのはリューデウスが物語の視点人物だからでしかなく、描写がないだけで他のアスラ貴族も夜の変態性では負けていないと考えられます。後に記述するイゾルテやアリエルのお話を知っていただければ納得していただけるのではないでしょうか。リューデウスの父親であるパウロはノトス・グレイラット家の生まれで、血筋的には生粋のアスラ貴族です。そのためパウロにはノトス・グレイラット家の特徴である女好きと巨乳好きが受け継がれています。パウロは12歳で家を出奔するのですが、その後のパウロの人生には結婚するまで常に女性関係で悪さをしてとか、女性関係でやらかしてといった言葉がつきまといます。そのせいで修行先の道場を飛び出したり、冒険者になってからは各地で浮き名を流したりしていたようですね。冒険者パーティー、黒狼の牙結成後もエリナ・リーゼとギレーヌの両方に手を出しています。そこまでは問題なかったのですが、パウロはその後ゼニスにも手を出しました。ゼニスは敬虔なミリス教徒で、女好きとは相性が最悪です。結果としてパウロは他の女に手を出さない約束でゼニスと結婚することになり、 S ランク冒険者パーティーを一つ解散させてしまいました。完全にトラブルメーカーですね。しかもその後ゼニスとの約束を破り、メイドのリーレに手を出し離婚危機を招いています。パウロにも一応誠実であろうとする気持ちはあるようですが、それでも抗いきれないのがアスラ貴族の血の宿命なのでしょうか。いえ、ただ単純にパウロの本性がクズなだけなのかもしれないですけど。パウロの甥でルーデウスのいとこであるルークもノトス・グレイラット家の変態性を受け継いでいます。むしろルークの方が本来のノトスの人間らしいのでしょうね。ルークはイケメンな顔と豊富な話題で女性の心をがっちりとつかみ、同時に大量の女性とお付き合いを繰り返しています。ちなみに同時にデートする人数は腕の数と同じく2人までと決めているそうです。そんなプレイボーイなルークですが、女の子を落とすのにずるい手を使ったり、やることだけやって捨てたり、金で後始末をつけたりもしています。そのため一部の女性からは打滑のごとく嫌われているそうです。後始末をちゃんとするのが貴族的というか、パウロよりマシというべきか判断に迷いますね。ルークはノトス家の巨乳好きもしっかりと受け継いでいて、胸の小さい女は女じゃないというのが持論です。そのためシルフィはアリエルの護衛としてルークと近しい立場にいたのに、ルークに手を出されずに済んでいます。これは喜ぶべきなのでしょうか。シルフィは内心では結構傷ついていたようですが、もっともシルフィもルークをクズ野郎呼ばわりしたりしているので、お互い様なのでしょうね。原作を読むとルークとシルフィが気の置けない間柄であることがよくわかります。しっかりと信頼関係を築いているんですね。ルークの女好きは主君であるアリエルもよく理解していますが、トラブルにならないように注意しろというだけで、特にやめるようには言ってません。アリエルはアスラ王家の人間としてアスラ貴族というものをよく理解しているのでしょうね。あるいは自分も特殊な性癖の持ち主だから何も言わないのでしょうか。ボレアス・グレイラット家はエリスの実家で、ノトス・グレイラット家と並ぶアスラ王国の上級貴族です。そんなボレアス家にも代々続く変態的な性癖があります。その性癖は獣好き。つまりボレアス家の人間は獣耳と獣尻尾の生えた獣人をこよなく愛する一族なんですね。アスラ貴族の性癖の中でもノトスの巨乳好きとボレアスの獣好きは特に有名なのだそうです。アニメでも描かれているように、ボレアス家の屋敷ではたくさんの獣人がメイドとして働いています。当主の孫であるエリスの護衛と剣術指南役も獣人であるギレーヌが務めているのです。原作ではエリスの誕生日の夜に当主のサウロスが従属のメイドといたしていたようなので、メイドにはボレアス家のお手つきが多いと考えられます。メイドの皆さんは待遇に満足しているようなので合意の上なのでしょう。ちなみにギレーヌも一度だけ次期当主のフィリップに目かけにならないかと誘われたそうです。ギレーヌはエリスに顔向けできないと断りましたが、後に受けておくんだったと言っているのでまんざらでもなかった様子。ボレアス家の当主サウロスは暴力的な武人肌の人間で、次期当主だったフィリップは理性的な政治家肌の人物と性格がまるで違うのに趣味だけは一緒です。さらに言えば転移事件後にボレアス家の当主になったジェームズも獣好きです。性癖だけが血族に代々受け継がれているあたりにアスラ貴族の業の深さを感じますね。獣好きの性癖はエリスにも受け継がれていて、エリスはリニアとプルセナを可愛がり、ふわふわした毛並みの動物が大好きです。ただしエリスは可愛い動物に全力で抱きついてしまうため、動物の方からは嫌われてしまうことも多かったようですね。後にリニアのアドバイスで優しく撫でるということができるようになるまでは動物が好きなのに好かれないという悲しい思いを味わっていました。アスラ貴族は基本的に変態であるということを物語るエピソードに蛇足編のアスラ七騎士物語があります。このエピソードはアリエルに仕えているイゾルテが主役で婚活するお話です。日常の生活ではいい出会いに恵まれていないイゾルテは主君であるアリエルに結婚相手を紹介してもらいます。イゾルテはイケメン好きで、アリエルはその辺も考慮して有望な若手王族を次々と紹介してくれるのですが、
イゾルテはその全てを断ってしまうのです。理由は変態的な趣味についていけないから。ちなみにアリエルは紹介する前に、アスラの王族なのでみんな少しだけ性癖に問題がありますとは言っていたのですが、少しではなかったんですね。紹介された王族の皆さんはイゾルテに自分の性癖を正直に話してくれました。夜にベッドでどんなことをしてほしいとか、そういう話です。その赤裸々な変態趣味に経験値の低いイゾルテではついていけなかったんですね。アスラの王族貴族には変態しかいない。それがイゾルテがたどり着いた結論です。最終的にイゾルテが断ったアスラ王族は全部で27人になりました。それだけの数を紹介してもらって、全員イケメンで物腰も爽やかで、それなのに変態なのです。イゾルテは軽い男性不信に陥るのでした。ちなみにこのお話でイゾルテは最終的に同僚の北庭ドーガと結婚します。ドーガの見た目はイケメンとは決して言えず、武骨と朴突を絵に描いたような垢抜けない男です。イゾルテの好みとは正反対ですね。ですがドーガは誠実さでは誰にも負けません。アスラ王族の変態性に疲れていたイゾルテにはドーガの優しさが身に染みたんですね。こうしてイゾルテとドーガが結ばれるのですが、結果的にアスラ王族の変態性が浮き彫りになるのでした。ちなみにルーデウスはイケメン好きのイゾルテがドーガと結婚すると聞いて、ドーガは騙されているんじゃないかと心配したそうです。でもそれってイゾルテにもドーガにも失礼なんじゃないでしょうか。アスラの王族貴族が変態揃いであるのならば、国のトップであるアリエルもまた当然のように変態です。というよりもアリエルは変態のトップにふさわしい性癖の持ち主です。アリエルは女性も男性も OK な上、 S と M の両方を持ち合わせている、いわば四刀流の変態です。こう言うとどこかの海賊の仲間の剣士みたいですね。アリエルは物語に登場する前から普段は性癖を隠しておしとやかな女性として生活しています。その姿は麗しく、周囲の人間がカリスマ性を感じるほどです。特に声が美しくて、まるで天井の響きのようだとか。そのくせ当時から王宮内で女性に手を出して回っていました。男性経験については当時はなかったと言われています。性癖の方は最初は純粋な S だったようですね。アリエルは王宮内でメイドに全裸で掃除するように命令したり、駒使いを鞭で叩いたりしています。その上で気に入ったら無理やり関係を持っていたんですね。ここまではかなりの S 気質です。その後王宮に迷い込んできたシルフィーを襲い、拒絶されたことで M に目覚めたようですね。アリエルがオルステッドの傘下に入った時には、オルステッドの怖がられる呪いに当てられて失禁し、恍惚の表情を浮かべていました。その体験が嬉しかったからオルステッドに心から忠誠を誓うのですから、まさに神聖の M ですね。アリエルの男性関係については、アリエルには交流歴441年の時点で5人の子供がいます。ただし女王という立場から伴侶が権力を持つのを防ぐために結婚はしていません。5人の子供も父親が誰なのかは公表されていませんが、全員父親が違うのではないかと言われています。長年側近として仕えているルークも、子供の父親が誰なのかは一人以外はわからないと語っています。多分一人はルークの子供なんでしょうね。ちなみに女王になってからも高級に女性を多数囲っていたとか、男にも女にもお盛んなことですね。このようにアリエルは原作小説では見た目と内面の激しいギャップが人気のキャラクターです。しかしアニメでは全体的に性的な描写が抑えられています。そのために原作とアニメで一番違ってしまっているのがアリエルなんですね。結果としてアニメでのアリエルは表面上の姿しか現時点では描かれていない状態。アニメだけ見るとまるですごくいい人のようです。もはや別人ですね。本来のアリエルはここまで説明したように変態揃いのアスラ貴族の親玉にふさわしい、まさに女王というべき性癖の持ち主なのですが、アニメでアリエルの本性が描かれる日は来るのでしょうか。もっともそんな日が来たら炎上するのは必至だと思うので、来ない方がいいのかもしれないですね。残念な気もしますが、アスラ貴族の変態性について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。